こらせ。はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日は明日から韓国に行くので韓国のパッキングをしていきたいと思います。それでは早速スタート。今ね、ちょうどある程度、入れたいものとか、あとはちょっと旅行グッズっていうか、このケースがあるんですけど、旅行の時に使う、こう、キャリーケースをね、仕切る袋とか、ほんと海外旅行の時に使うようなものたちがたくさん入ってます。こういう旅行グッズをね、一つにまとめておくと、旅行の時にこれをこうやって取り出してきて、ここからね、こういろいろケースなり、持ってくものをここから選んでパッキングするだけなのでグーです。韓国ってお箸がこうなんか銀色の鉄みたいなお箸じゃないですか。あれがね、少し苦手なんですよ。割り箸もね、持っていきます。雨なんですよ、ちょうど行く時が。なので折りたたみ傘、変圧器ね、変圧器も持ってきます。 IKEA で買った圧縮袋も持っていきます。着た洋服、持って帰る洋服とか入りきらなかったら圧縮しちゃうこともあります。これは2袋入りだね。はい、これ、あとこれ、トイレの消臭剤。デパートの中のトイレとか本当にもうちょっとこれは申し訳ないんだけど臭くて、そう、それがね、嫌な時とかにスプレーする。これはリュックの中に入れときます。割り箸もリュックだね。折りたたみもリュックだね。ここでまずちょっとリュックとキャリーケースに入れるものを分けていきます。割と急いでるな私。こちらのスキンケアポーチの中から紹介します。毎度おなじみこのポーチはプライベートなんちゃらっていうところのブランドのものたちで集めてます。ではまずこの上のポケットから、前に紹介したエグータムのまつげ美容液、あとはレチノタイムのリップ美容液、3のネイルオイル、あとはベビーウォッシュとか、ちっちゃいランコムの香水で、おちびさんのヘアゴムと、このピンの目はもしかしたら私が使うかもっていうピンで、あとは綿棒。この袋はセットでフライングタイガーに売っていたものです。この上のポケットはデュオのクレンジングバーム、これは前動画で紹介したやつですね。家族分の歯ブラシセット、これはコンビニで買ったニベアのボディクリームで、あとね、韓国行ったらたくさん歩くと思うから急速美人で、あとパック1枚だけ、多分あっちでも買うと思うからいっぱいで、こちらの下の段はシャンプー、リンス、ボディウォッシュ、家でね使ってるやつを持ってきます。あとはトゥーベール薬用ホワイトニングローションの化粧水、メラニンの生成を抑えてシミそばかすを防ぐ、ニキビを防ぐっていう化粧水なんだけど、あとちょっとしかないからもう使い切ってあっちでちょっと捨てて帰ろうと思います。で、あとはちょっとその他いろいろあるんですけど、これは主人の SK-II の美容液か、あとはクリニックの、これも乳液だね、ジェル状乳液、これは SK-II なんだけど、これはメンズの SK-II、 一応持ってく。最近のお気に入りで紹介したメナードのハーブマスクの試供品サイズのもの、2日おきか1日おきぐらいでやってるんですけど、韓国いる間もやりたいのでこの試供品サイズ持ってきます。ちょっと夜だけ化粧水を変えたいので、コスメデコルテの試供品の化粧水を持ってきます。あと美容液はディオールの美容液たくさんあるので、こちらをちょっと試します。これは主人が使ってるんだけど、ドゥラメールの最後のクリーム、これはね、後で入れなきゃいけない。この中に内ポケットがあるんだけど、ここにはセリアで買った星のヘアバンドと、あとこれは主人が使うんですけど、ワニワニ、はい、以上です。大量に入るから本当にめちゃくちゃおすすめで、あとはヘアケア系は袋の中に、いつも通りなんだけどヘアオイルなんですけど、これは最近キャンドゥで発売された有名な、このなんだっけ、エリプスヘアビタミンシルキーブロックオイルトリートメントっていうものなんですけど、キャンドゥでこれが売られてるんですよ今。かなりね、髪の毛にいいみたいで、こうハサミでチョキンって切って、このカプセルからチューって出して、その一粒を1回分として使うみたいなんですけど、で大量買いしてきました私最近。あとこの袋の中は主人のものなんだけど、ケープ、ギャッツビーのジェルと、ギャッツビーの灰色のグレーのワックス、あとはくしです、トリエカールフォームの3番、あとこれは昔からもうずっと愛用してるウカのヘアオイルミストオンザビーチ、もう私はこれとこれさえあればね全然大丈夫。あとはクレイツの
海外対応のストレートアイロン、こちらも海外対応の折りたたみ式のコテ、袋に入れて持っていきます。今回は、家族で行くんですよ。これしまい忘れてた。なんや。続いてはお洋服ですね。この中からお洋服を入れるケースを出します。あとお買い物をねすると思うので、こういうエコバッグ持っていきます。はい、まずはおちびさんの2日分のお洋服。ちょっと寒いらしいので、このお洋服の上に着るライダースと、夜ねもっと寒かったら嫌なので、パーカーも別でリュックに入れて持ってきます。そしておちびちゃんのシャツ、一応4枚持っていきます。この袋に入れます。あとは私のインナーとか靴下とか、主人と私の下着類もこの中に一緒に入れていきます。で、おちびちゃんのパジャマ、そして私が2日目に着るお洋服、トップスはこちらのピンクのねチェック柄の、形がすごく可愛いんですよ。お腹周りはキュッと締まる感じで、後ろにねピーッとチャックがついてます。こちらのベルト付きスカート、ベルトの穴がめちゃくちゃあるので、お腹をキュッと締めれるんですよ。このトップスにこれをね合わせたいと思います。そして3日目はもうお昼を食べて帰るだけなので、楽な格好がいいなと思って、こちらのねベルシカで買った T シャツに、こういうサイドにラインが入ってるラブレスのゆるっとしたパンツ、これとこれを合わせてダルギって感じなんですけど、私たちが行く時だけすごく寒くて、しかも雨っていうね最悪。一応なんか帽子も持ってきます。セットするのめんどくさかったら多分これかぶります。これはよくかぶってるんだけど、これはダブルスタンダードのものです。主人の洋服をくるくるっと丸めてここに入れたいと思います。主人のものはお洋服だけ自分でお任せするようにしてます。あとはおちびさんのお菓子で、このポーチの中に変圧器とか、あとでカメラとか携帯とかの充電器を入れて持っていきます。あとおむつ、いつも20枚ぐらい持ってってたんだけど、全然20枚もいらなくて、はい、12枚でいいかなと思って、はい、ここに入れます。よいしょ。あとはちっちゃい、ハサミ、海外で何かとハサミが必要なことが多々あるので、ダイソーのちっちゃいキャップ付きだと安全なので、これをね持ってきます。あとリュックに入れて持ってきます。 あとね日焼け止め、最近買ったレールドゥサボンっていう日焼け止めなんですけど、こちら SPF30 で PA3+、 子供と使えるので、これを1つリュックに入れて持ってきます。あ、母子手帳もリュックの中に入れてきます。持ってくね薬、まずこの中は絆創膏、あとは私最近粉瘤ができてしまって、また炎症を起こした状態で粉瘤が取れなかったんですよ。薬を飲み続けなきゃいけないので、抗生剤と胃薬とロキソニン、主人の胃薬とか、このパブロン、主人ね鼻炎持ちなのでアレルギーのお薬、あとこの中には私が飲んでいるサプリメント、これが酵素のやつで、これがニキビの炎症を抑えるサプリメント。そしてもうちょっとめんどくさいから、この袋ごと持ってっちゃおうって思って入れちゃったんですけど、これは、私が通ってるクリニックでねもらってる鉄分のサプリとビタミンのサプリ、何もしなかったら肌荒れがエンドレスにできてしまう人なので、クリニックでちょっとお世話になってこういうサプリメント飲んでます。これだけキャリーケースに入れます。この箱はリュックに入れます。あとは一番大事なあれですね、パスポート。今回はこう一つにまとめていきます。空港とかに旅行グッズとか売っているそういうショップで買ったポーチなんですけど、これはねここにこう入れてこうやって持てるポーチで、こういう感じで、あれなんかお金入ってる、あ、韓国円が入ってました。ちょうどこう分かれてるんですよね。でここにカード入れとかもあって、ここにクレジットカードとかを入れれる、とても便利なポーチがあります。家族3人分のパスポート入れて、まあ後でここにクレジットカードとか入れて、あと韓国円もね残ってたので入れておきます。乗車券もね入る大きさのポーチなんですよ。大事なものをまとめて入れれるポーチ、こういうのねあるとすごく便利ですよね。で私が韓国で履く靴
今のとここれにしようかなって思ってます。バンスエクスチェンジって書いてある。1日目の格好は楽ちんなゆるっとした格好がいいなと思って、インクウェルっていうところのプリーツスカート、これね、あやさんからいただきました。こういうプリーツスカートってポケットとかないじゃないですか。これはね、ここに入るんですよ。あとこれ1回動画できたんだけど、ギャレリーっていう通販で買った花柄のブラウス、あっち着いたらね多分寒いの、寒いから3日間アウターはこれでいきます。16度もないみたいで、最高気温が。これはギルドプライムのアウターです。こんな感じですかね。特にアクセサリーを持っていかないし、メイクポーチの中からメイクコスメを厳選してこれを入れたら OK だと思う。一つ一つ、あれー、待って、韓国行くときはこのコネスト韓国地図があるんですけど、韓国語ね難しくてそんな読めないので、あっちのね現地の地図を日本語で見れるんですよ。そして現在地から目的地とかも設定できて、行き方もすごく分かりやすく教えてくれるアプリがあるんですよ。でなんかね、こういうおすすめ情報とかって、今いる現在地のおすすめ情報みたいなのも見れて、クーポンとかもあるし、こういうグルメ屋さんがあるよっていうのも紹介してくれるので、すごいおすすめのアプリです。はい、ということで以上になります。この動画を編集してからいけるかな、果たして。汗だく。この動画が良かったよって思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。